On the ice, representing Switzerland, Natalie Green. スイスリンクサイドの人気者です。ナターリエ・クリーグ登場しました。売り物はスピン。テクニカルプログラムは第15位でした。まず得意のスピンから入りました。トリプルトーループの予定が失敗。ダブルアクセルのはずが1回足りません。得意のスピン、ダブルアクセルはうまくいきました。ご覧ください、ビールマンスピンです。ミュージカル Me and My Girl から ジャンプはもう一つ調子が出ません。最後にもう一度ビールマンスピンを、大きな拍手を呼びました。スイスナターリエ・クリーグ、テクニカルプログラムの時にもスピンは素晴らしく、そしてジャンプにミスが出てしまいまして15位にとどまりました。しかしこれからの選手、まだ16歳です。高校生、まあ、ビールマンスピンの元祖といいますか、ビールマン選手は1980年レイクプラシッドオリンピックで活躍しましたが、やはりスイスの出身です。
このスピンは天才的、柔らかい体です。スピードがあって回転軸がしっかりしています。この表情が非常に明るく、練習中にも人気者です。しかしちょっと今日はジャンプのミスが目立ちました。動物が好きで、そして中国料理が好きだという高校生です。さあ、まずテクニカルメリット、第一採点の技術点が出ました。 4.4 から4.8 というところです。もう少し高い点を欲しかったクリーグです。世界選手権ではまだ16位とか19位といった成績で、実績はそれほど残しておりません。さあ、今度はアーティスティックインプレッションに変わります。5点台が出ました。5点台2人、日本のジャッジは城田さん 4.6、 ちょっと辛めの採点です。スイスナターリエ・クリーグの演技でした。4-9-5-1-4-7-4-7-4-7-5-0-4-6-4-7-4-7